ことを考えたら言わないですね、僕だったら。ゴメス好調です。もうもし言ったらあれですね、もう絶対なんとかこうルーキーのね、はい、坂本のために頑張ろうというのありますよね。そうですよね。言われた方はやっぱり嬉しいですよね。そうやってベテランのピッチャーに指名してもらったいうんで、すごくやりがい出ますよね、キャッチャーとしてはね。なんとかして、はい、例えばその試合を落としてもいつか